ソニーグループソニーミュージックエンタテインメントミュージックレイン株式会社ミュージックレインは日本の音楽出版社芸能事務所株式会社ソニーミュージックエンタテインメントの子会社会社としては2005年4月事業開始としているが2003年末にはすでに SME 内のレーベルとして存在していた公式ホームページの解説は2007年11月 制作楽曲のテレビ CM では、ミュージックレインではなく、SME 共通のサウンドロゴと共に、ソニーミュージックと表示されている。また CD の問い合わせ先も、SME であり、レーベルとしてのミュージックレインは、SME グループの独立レーベルではなく、SME 本体の内部レーベル的な扱いである。よって、実質的な発売元、宣伝。 反則はソニーミュージックレーベルズが担当している。アーティストマネジメント事業のほか、2006年からは声優、舞台俳優のマネジメントも行っている。現在の所属声優は全員ミュージックレインスーパー声優オーディションの合格者である。2005年から2006年にかけて開催された第一回オーディションには田中理恵が審査員として参加し、その縁で合格者4名は、 当時の田中がパーソナリティを務めていたラジオ番組の有楽町アニメタウンに出演した。2011年には第2回オーディションが開催された。また、7、公共詩編、エウレカセブン、ガンダムシリーズ、クラスターエッジといったテレビ番組や映画のサウンドトラック、ベストアルバム、キャラクターソングの販売も行っている。は、ミュージックレインレーベルで音楽活動をするもの。例 は、スーパー声優オーディションの合格会。ありがとうございます。